英才のニュースの威力、どこまでこんばんは。ふくりでふえるです。今回のテーマは、英才株価予想です。ぜひ最後まで見てください。目次です。1、企業分析。2、決算分析。3、株価予想。この順で動画を進めていきます。まずは、英才の発表した IR と企業分析から。 エーザイは2022年9月28日、アルツハイマー病治療薬レカーネバブについて、最終段階の臨床試験、治験で有効性を確認したと発表しました。このニュースを交換して、28日、29日の2日間、株価はストップ高。チャートの赤丸のところ、ロウソク足が全くない。どちらもストップ高で日中は寄らず、 それにしてもこのニュースはここまで株価が爆投するほどのインパクトのあるニュースなのでしょうか実はエーザイはこれまでもアメリカのバイオジェンという製薬会社と認知症治療薬の開発を進めていました認知症薬は3つエーザイはこれまでレカネマブのほかにエレンメセスタットアルカヌマブという2つの認知症薬候補の治験を進めてきました そのうち最も進んでいたアデュカヌマブに関しては承認前の第三層治験まで進みながら十分な効果が得られないとして2019年に開発を中止発表後株価は17%も下げストップ安となりましたその後日本の厚生労働省と似た役割を持つアメリカ FDA では条件付きで承認されるものの 臨床試験にに関するるニュースが出たび株価は大きく反応つまりそれだけ大きな期待がかかっているということがわかりますではどうしてこんなにも大きな期待がかかるのでしょうか世界保健機関 WHO によるとアルツハイマー病を中心とする認知症患者は世界で約5,000万人2050年には 1> 約1億5000万人ままで増えると予想されています。アメリカではアルツハイマー病に年1,400億ドル日本円で20兆円の医療コストが発生し2050年には1兆ドル日本円で144兆円まで増えると予想されているんです米アルツハイマー病協会によると2050年時点で 発症を5年遅らせることができればアメリカの患者数は4割減り介護などの費用は約40兆円減らせるそうです高い需要が見込めることから世界の製薬企業が競って治療薬の開発を進めていますがアメリカファイザーやイーライ・リリーといった大手も相次いで失敗2019年にはスイスのロシュも開発の中止を発表しています 世界の製薬企業で失敗が相次いでおり開発の難しさは当初から言われていましただからこそ今回の認知症治療薬の承認申請のニュースは大きな注目を集めているんです続いて A の決算分析に移ります。現時点でのエーザイ配当利回りは 現在の株価に対して年間でどれだけの配当を受け取れるか。日本株平均2%以上を高配当株と判断した場合、英債の配当利回りは2.0%。ここ最近は高配当の水準が上がりつつあるので、2.0%では高配当とは言えないかも。続いて PER、株価収益率です。株価が1株あたり利益の何倍になっているかの指標です。 コロナ前5年間の日本株平均16.6倍以下を割安と判断します。エーザイは38.9倍です。次に p b r 株価純資産倍率です。株価が1株あたり純資産の何倍になっているかの指標です。今回はコロナ前5年間の日本株平均1.25倍以上を株式市場がのれん、ブランド価値を高く評価している優良企業と判断します。 英才は2.75%次に売上成長率です直近5年間で年何トく利で売り上げが伸びているか4%以上であれば全世界経済の平均より伸びていると判断します英才は7.0%次に営業利益率です直近の年間決算の実績で売上に対して営業利益は何だったか 7.2%以上であれば、日本株の平均以上と判断します。英材の昨年度営業利益率は7.1%。次に、営業利益の成長率です。直近5年間で年何複利で営業利益が伸びているか、4%以上であれば、全世界経済の平均より伸びていると判断します。英材の営業利益の成長率は、 マイナス次に生産性です。従業員一人当たりの営業利益はいくらだったか。300万円以上であれば、日本株の平均以上と判断します。エーザイの従業員一人当たりの営業利益は474万円。最後に ROE、自己資本比率です。企業が持っている純資産をどれくらい上手に使って利益を上げているか。 企業の所有者である株主にとって利回りに当たる指標です。10.6%以上を日本株の平均以上と判断。エーザイは6.6%。続いて、エーザイのチャート分析に移ります。直近3ヶ月は青色の長期戦に支えられながら横ばい傾向。ただ、前日のニュースにより2連続ストップ高。では、 長期は、というと5年以上の長期の期間で見ると5100円から1万2000円の間でジグザグしていますエーザイはニュースが出るたびに株価が大きく動きますここまでを一旦まとめるとエーザイは直近の株価は横ばい傾向でした認知症治療薬承認申請のニュースでストップ高長期的には 安値5100円と高値12000円の間でジグザグしています材料が出ると株価に大きく影響認知症治療薬は世界的にも期待が集まるニュースですということで英才の株価予想ですウェルの個人的な株価予想は7711円から9440円まで上がると予想します以上です 高評価、チャンネル登録、LINE フォローの3つ、ぜひぜひよろしくお願いいたします。コメント欄にてぜひ、あなたのご意見もお聞かせください。最後まで動画をご視聴いただき感謝しています。いつも本当にありがとうございます。ごんば